三重県と味の素東海事業所が連携して開いたもので、今回が2回目となります。今日は伊勢型紙や伊賀組紐など6つの伝統産業の体験会が開かれ、園児から高齢者まで幅広い年齢層から合わせておよそ100人が参加しました。このうち伊勢木綿を使ってアートフレームを作る体験会では、参加者が好きな柄や色の布を思い思いの形に切り取ってオリジナルの作品を完成させていました。また今日は2020年に完成した本出しの製造工場の見学も行われました。参加者たちは本出しを作るための3つの鰹節の香りを確かめた後、お湯で味噌を溶いただけの味噌汁と本出しが入った味噌汁を飲み比べて出汁の深みを味わっていました。ありがとうございます。関係者はこの企画が三重の伝統産業や伝統工芸の情報発信につながればと話していました。